はい、どうも虎吉の無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、779日目ですね。はい、現在2022年1月25日の、17時39分なんですけども、今回ですね、ポロスビ交流戦ですね、エントリー開始されまして、あと1日と19時間ということが、まあ、あと2日後ぐらいにね、27日に、あるんですけども、今回このポロスビ交流戦にね、挑むオーダーなんですけども、まあ、このアカウントね、もともと12球団編というのをやってまして、まあ、去年の2021年9月14日からこのオリックス純正に移行したんですけども、それまでまあ12球団編やってたんで、まだオリックス以外のね、Sランク選手結構まだ残ってますんで、まあ、その中で、まあ、タイムスリップと OB のね選手とオリックス純正の選手混合でね、今回ちょっと交流戦挑もうかなと思いました。まあ、というのも、まあ、後々ね、もうオリックスの選手以外はね、すべてミキサーにしようと思ってますんで、まあ、最後ちょっと、まあ、最後かどうか分かんないですけどね、最後のになるかもしれないんで、まあ、そうですね、自操作もありますんでね、その辺ちょっと使って、やりたいなと、挑みたいなと思いました。はい。まあ、そのオーダーなんですけども、まあ、一応、タイムスリップ OB の選手以外は全てオリックスの選手に一応しました。で、タイムスリップ OB の選手と合わせてオーダー組むんですけども、こんな感じのオーダーです。はい。まあ野手で言いますと 1,2,3,4,5,6 名ですね。6名タイムスリップ OB の選手います。はい。一応こっちで見てもらった方がいいですかね。はい。1番センター尾形選手、広島ですね。はい。まあ、ミートパワー走力全同値だったんでね、極めにして、まあ、長い間オーダーに入ってましたね。はい。12球団編の時にね。はい。で2番は、杉本選手、現役ですね。オリックス現役で。3番に池山選手、池山選手もね、ガチャで取ったんですけども、ショートのねアーティストということで、まあ、僕ホームランも打ちやすいんで、いまだにちょっと V ロードとかでね使ったりはしてるんですけども、非常に、強い選手ですね。はい。で4番は、オリックスの石森選手、今オリックス純正でねバリバリ頑張ってもらってる選手なんですけども、まあ、アーティストなんでね、非常にホームランも打ちやすいです。はい。で5番は、オリックス吉田選手ですね、現役です。で6番に、まあ、スピリッツを解放したね中村典選手、まあオリックス純正でね頑張ってもらってるんですけども、で今回もエントリーしました。はい。6番です。で7番に、クロマティ選手、はい。外国人 OB でね、累計で確か来たと思うんですけども、まあ、ミート87、パワー81ということで、非常に強い選手だったんでね、もう極めにして、まあ、クロマティ選手も結構長い間ね、12球団の時にオーダーに入れてましたね。はい。で、キャッチャーが阿部選手、はい。阿部選手はね、12球団の時にランキングを走ってね、取りに行ったんですけどね、もうキャッチャーでね、ちょっと強い選手が12球団の時いなかったんでね、ランキング走って、まあ、ミート84、パワー79のね、キャッチャーなんでね、非常に欲しかったんで取りに行った記憶ありますね。はい。で9番がセカンド足立選手、現役ですね。はい。でベンチはオリックスですね、すべてオリックスになってます、現役の選手です。はい。そういう感じですね。はい。まあ、この野手陣で、今回交流戦挑みたいなと思います。はい。で投手陣ですけども、投手陣はこういう感じです。 1,2,3,45人ですね。5人タイムスリップ OB の選手ですね。まあ、これもこちらで見てもらいます。先発1桑田さんですね。桑田さんもね非常に強い選手ですんでね、極めにして長らくオーダーに入ってました。はい。で先発2の斉藤選手、斉藤選手は当時ね12球団の時にはソフトバンク重責出ましたんで、ガチャでね、確定あったんでガチャで取りに行ったと思いますね。9位83スタミナ83ということで、まあ今年というか今年度もね、斉藤選手出ましたけどね、これは1個前のやつですね。はい。で西口さんもね、西口さんはこの後にここですね、抑えの澤田選手をガチャで取りに行った時に一緒に来てくれた選手なんですけども、まあ、西口さんがねもう非常に僕はターニングポイントですかね、ターニングポイントの時にね先発中継ぎ抑え全てできるんで、結構こうほとんど投手操作はターニングポイントの時西口さんでやってましたね。はい。そういう意味でもすごく重宝しましたね。はい。スライダーすごいですからね。はい。で先発4が、山本選手、現役ですね。先発5山岡選手、現役で中継ぎ1に、佐藤選手、これはねもう最近の OB なんですけども、オリックス純正なんでね、バリバリ純正編で頑張ってくれてますね。はい。で、まあ、先ほど言いました
澤田選手、はい、まあ12球大変な時のソフトバンク純正やったんでね、もう非常に欲しい選手だったんで、球威89ということでね、制球77なんで、もう非常に強い選手なんで、ガチャで取りに行きましたね、はい、懐かしいですね、はい、そういう感じで、今回オーダー組みまして、これでまあプロスピ交流戦今回ねやろうかなと思います。マッチングスピリッツが 95,863 ということなんで、まあよくわからないですけどね、まあどの、ランクに行くかわからないですけども、まあ一応そうですね、まあ B ぐらいです、 B か C ぐらいなんですかね、まあ B としても、まあ、1位100エナジーですね、でまあ6位でも50エナジーもらえますんでね、このあたりもうきっちりね取っていきたいなと思います。累計でもちろん S ランク100社ありますんでね、頑張って、やっていきたいなと思います。まあ、個人タイトルの方も、まあ、どうなるかちょっとわからないですけども、まあ、タイムスリップ OB の選手ね、能力は高い選手多いんでね、まあ、この野手陣とかも見てもらっても、まあ、能力結構高い選手は多いんですけども、まあどうなんですかね、どうなるかわからないですけども、まあ、一応今まで取ったOB タイムスリップの選手でね、今回挑みたいなと思いましたんで、これでそうですね頑張りたいなと思います、はい、まあ、そういう感じですね、はい、交流戦、1月27日15時から始まりますんで頑張ります、はい、あとまあ阪神純正編の方でもね、一応タイムスリップ OB の選手全部出して持ってる選手ね、全部使って、まあこのオリックス純正編同様ね、頑張ってやりたいなと思ってます、はい、まあ、そのオーダー紹介の、ね、動画はまた阪神女性の方でも出したいなと思ってますんで、それもご覧いただければ嬉しいです、はい、そういう感じですね。それでは最後にプロスペースマンスリー感謝祭、これやって終わりたいなと思います、はい、次回ここに6回目ということで、ここまで4回目に A ランク1枚出ましたけどね、まだ S ランク出てませんので、ぜひ出てほしいなと思ってます。それではいきます、プロスペースマンスリー感謝祭プレゼントスカウト、6回目 S ランクお願いします。渋そう、さあ来い、ないか、ないっすね、はい、まあまあまあなかなか来ないもんですね、やっぱりね、はい、はい、B ランクですね、今井選手セーブですね、はい、はい、今回こんな感じですね、まあ交流戦ね、まあもちろん真剣に頑張ってね1位目指してやるんですけども、今回まあタイムスリップ OB の選手ね、今残ってる12球大変に残ってるね、12球大変の名残で残ってる選手全部入れてねやってみようかなと思いました。まあどうなるかは全然わからないですけども、不利なんか有利なんかも全然わからないですけども、まあ後々ねもうミキサーに行きますんで、もうそうですね、自走車で使って最後さよならしたいなと思ってます、はい、はい、そうですね、頑張って1位目指して頑張ります、27日からですね、はい、はい、今回こんな感じです、また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス女性編でした。